なんちょー、皆さんこんにちは、シンクと申します。今回はですね、また遊びに行かせていただきました堺三原南インター店さんに、久々に遊びに行かせていただきました。ちょっとね、少しゲームのコーナー増えたかな減ったかななんて思いながら見てるんですけど、ジャンクのコーナーはちょっと気持ち減ったかななんていう印象でございます。ただね、こっちのね、あのジャンクボックスの方、青箱の方ですね、はなんかビチビチ入ってました。でね、めちゃめちゃ綺麗にね、並べられてたんですよ。わかりやすかったんですけどね。まあ、似たようなソフトがいっぱいね、並んでたんですけれども、見てくださいよ。めっちゃ綺麗に並んでるでしょ。誰かやったんかなっていうぐらいめっちゃ綺麗に並んでましたね。ファミコンだけじゃなくて、スーパーファミコンとかも、結構綺麗にね、並べられてて、ね、探すのはすごい楽でしたね。ただ、何が欲しいか、みたいな私の中ではね、ピンとくるものがなかったんで、まあそんなで買ってないんですけれども、あとね、ちょっとね、100円ジャンクが減ってたかなっていう印象ですね。300円とか500円のシールが貼ってるジャンクが、ちょっと増えてたかな、なんていう印象でございます。まあ、こんな感じでね。コントローラーは減ったかな。なんかもっとコントローラー前あったイメージ。ちょっと減ったんかな。この辺もね、入ってますね。カービィもありました。説明書付きで550円ですね。今回買わない。あとはね、本当にざっくりざっくりさせていただきました。とは言っても、まあまあ気になったものって本当に数本だけで、数本だけで、で、買ったのって今回ね、1本、2本、2本かな?ジャンク2本と、あとね、ハードを1つご購入させていただきました。なので、それは最後にね、またご紹介しようかなと思っておりますので、お付き合いのほどよろしくお願いいたします。でもね、やっぱ久々に行ってもね、綺麗なんですよね。これ一番冗談ですけど、箱の底とかにホコリとかがないから、本当に綺麗に、ね、丁寧にね、清掃されてるんだろうなぁ、なんて思いました。だからね、見ててもね、気にならないですね。歌舞伎でいうのずっとありますね、こいつね。あれね、PC エンジンの CD-ROM の方なんですよね、確かね。だからね、持ってる人少ないんじゃないかなと思って。だから買われないと言いますか、減らないと言いますか。PC エンジンのカード、ヒューカードの方だった私買ったんですけどね、CD は持ってねえなーと思ってね。昔、じいちゃん所持してたんですけどね、亡くなったって、捨てられたって言ってたんで ね、買うことができましたね、残念。はい、こんな感じで。まあまあ、ラインナップはね、まあ、変わらずっていう感じで置いておきました。はい、値段の方はこんな感じでございます。ではここからスライドショーとなっております。まずはじめにね、ガラスケースのところにあるんですね。でもあんまり変わり映えがないかな。まあコロコロは変わってはいると思うんですけどね、細かいところはね変わってると思うんですけども、こんな感じになっておりました。もう一個横の棚もあったんですけどね、そっちはDS とかそういうのが置いてあったんで発表させていただきました。割愛させていただきます。ブレブレPS2 ブレブレよくないよ、よくないよ、シンクさん。ブレブレ、ちゃんと撮って。その1個下ですね。がな感じでございます。いやー、なんか減ったのか増えたのかよくわからんっていう感じですね。減ったんやら増えたんやら。一番下段でございます。PS1 は減ったかな。ちょっと減ったかなって感じですね。前の方がもしかって気がする。で、ここがセガとかですね。上はね、カセット系の。なんだっけ、ゲームボーイとかアドバンスとかのやつになってます。でこちらがケースです。箱付き、箱節付きのやつになってます。箱節は増えたんじゃないかな、どうなんだろう、ちょっと覚えてないかも。ファミコンのソフトですね。ファミコンのソフトは減ったと思う。棚はちょっと減った気がする。ここは減った気がする。で前よりパツパツじゃなくなった。でスーパーファミコンはちょっと増えた気がする。パツパツ感が増した気がする。はい、こんな感じですね。めっちゃざっくり、もう全部見てないんでね、申し訳ない。ありましたね。はい、でね、ゲームボーイアドバンス、あとね、ゲームキューブのね、は増えてた気がしますね、結構ね。一番下段はね、64とかですね、こんな感じになりました。久々に行っても楽しいですね、やっぱりね。気になったのはね、ミスタードリラー、こちらね、箱綺麗だなと思って、ゲームボーイアドバンスですね、2200円か、と思ってね、
悩んで見てました。もう一個はこちら、ゲットバッカーズですね。こちらもね、綺麗だったんでね、欲しいな。と思って2200円。いつか買おうかなって思っております。そしてジャンクコーナーなんですけども、関係ないんですけども、呼ばれた気がしたんで行きました。チャオチャオっていうハードがあるなんて知りませんでしたね。こちらはね、英語の地空系ですね。あともう一つはこちらのオールスター感謝祭っていうのがね、ありましたね。気になって見てました。はい、ということで今回は以上でございます。てなことでね、購入品紹介の動画の方に移りたいと思いますので、よければこのまま続きに見てください。もしもあれでしたら、ゴー。はい、ということで改めまして、チャオチャオ皆さん、こんにちは、シンクと申します。いや、久々にね、三原南インター店さん、ハードオフの三原南インター店さんに遊びに行かせていただいたんですけれども、まあ、結構、値段が気持ち上がってるっていうのもあったりとか、まあ、結構ね値段表示も相変わらずバラバラなものもちらほらあったような気もするんですけども、まあでもやっぱり綺麗ですよね、なんと言っても。だからね、見てて結構ね、気持ちよくお買い物ができるなーなんて思って見させていただいてました。あ、ちなみに熱の花ができてるんで気にしないでください。これ相当マシになったんでねこれは気にしないでください。今回はですね、3つ購入してきました。で、3つなんですけども、すぐパパって終わっちゃうんで、このままの画角でいきたいと思います。ちょっとね、どん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 この辺がやばくてね、どん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 ずれてってのは気にしないでください。もう横やばいの、今度片付けるから大丈夫多分ではでは、まず1つ目はこちらになります。はい、ってことでスーパーワギャンランドってことで、結構汚かったんですけども、シールなし、こちら100円でご購入させていただきました。まあ、スーパーワギャンランド100円だと安いかなと思って、やりたいなと思ったんでご購入させていただきました。ワギャン結構好きなんでね、かぶってたかなあったかなってちょっと悩んだんですけども、とりあえずご購入しました。これいいよね、楽しいし面白いしね。ジャンクコーナーから買ってきました。あ、今回全部ジャンクから3つでございます。続いて2つ目はこちらでございます。はい、めっちゃ見えてる、クロックタワーのセカンドでございます。これもね、シールなしで、よいしょ、シールなしで100円でございました。中身はこんな感じですね。そういえば私傷見てないけど、ああ、まあまあこれぐらいだったら部屋めっちゃ見えるまあ拭けばなんとかなるかなと思います。帯はね、残念ながらないんですけども、レシートみたいな、あー、すげー、ありますね。トワイライトシンドロームじゃないですか。これこの間誰かやってましたよね。なんかちょっと面白そうだなと思ってね、面白そうだなと思ったからそっと私は閉じたんですけどねネタバレになるからさ、見てたら。そうそう、でクロックタワーの2なんですけど、1もね探したいですね。こうなるとね、1探して1からやって、そう、クロックタワーはね、なんか1、2ってちゃんと話が続いてて、1ってプレステ、スーパーファミコン、どっちだろう、どっちかにありますよね。なのでとりあえず100円で売ってたんでね、ご購入させていただきました。これも100円だったら安いかなと思って、ありかなと思ってご購入しました。では最後でございます。最後はね、こちらでございます。はい、よいしょ、これぐらいで見える、オールスター感謝祭超豪華クイズ決定版、赤坂5丁目体感スタジオということで、こちらの、ゲーム、なんていうのかな、ハードゲームって言ったらいいんですか。昔私、ポップじゃないわ、ポピラとか、なんだろう、イーカラとか、ああいう系統のね、属してるやつですよね。直接繋いで遊べるよってやつですよね。あと何が入るんだろう。ピコはだってカセット入れるもんね。こんな、なんか最近だったらゼルダとかなんかもこんな似たようなやつがあったような気がするけど、ちょっと覚えてないな。まあ、とりあえずもう直接刺して直接遊べますよってやつでございます。結構箱ボロボロなんですけど、そう、テープでも貼ってたりとかするんですけど、もう一個別のやつもね、あったけど、同じようにテープの貼り方してたから、多分同じ人が売ったんだろうな、みたいなのがありましたね。剥がしてないんで、ちょっと剥がしましょう。開けよう。これさ、見つけた時さ、面白そうな売ってると思ってさ、超テンション上がったよね。あとね、島田紳助さん。お、これここ剥がれるのか。ここ剥がれちゃうのか。なんか久々に見たって思った。ね、ここね、ここにも映ってるけどね、久々に見たと思ったら、ここ剥がれちゃうね。ここ剥がれてる。ここあれですね、シールかなんか貼っとこう
シールテープ。ちなみにこれね、あったあった、お値段、お値段ね、550円でご購入させていただきました。安いよね、十分だよね。よいしょ、よっ、あ、出ない。あ、でもね、耳ちゃんとついてるよ、まだ。よいしょ、あー、なるほどね。あ、こういうケーブルってこういうのについてんだ、知らなかった、ね、3色と3色のケーブルって、あたら結構綺麗、見て見て、めっちゃ綺麗、びっくりした。そう、どう、な、何でついてんだろうとかって思ったけど、こういうのについてんだね。ケーブルめっちゃ綺麗よ思ってた以上に綺麗だったんだけど、これもっと汚いケーブル出てくるかなと思ったけどさ、全然綺麗よこれですね面白い、すごい、あ、めっちゃ綺麗状態、見て見て、めっちゃ綺麗、ほんと数回気持ち遊んだだけってやつで、もうずっと倉庫にほったらかされてたんだろうなっていうぐらい綺麗。なんでだ、多分ね、前使ってた人ね、ご丁寧に使ってたんだろうね。これくっつくんだろうね、ティッシュ挟んでるもん。わー、前使ってた人本当に丁寧に使われてたんだ、なるほどね。ここだけちょっとないけど、え、中身めっちゃ綺麗よ。箱がボロボロってだけでね、綺麗綺麗。オンオフ、オンオフ、ここでね、オンオフができますね。アダプター、アダプター、付属の AV ケーブルで本体をテレビにつなぐだけ。テレビゲームが本体やソフトは必要ありません。マットが本体一体型だから、これ一つで遊べます。この製品で遊ぶためには炭酸、あ、よかった、いけるわ、炭酸型 LR の6の電池4本または専用 AC アダプター別売り、あ、よかった、別売りだ、びっくりした、ないんかと思ったが必要ですと。な、炭酸電池で遊べるみたいですね、よかった。データ、ゲームのデータを保存するには本体用 AC アダプターを使用しても炭酸型 LR の6電池4本が必要ですと。まあまあ、電池、一応ね、ここにセーブは残るよっていうことですね。すごいね。なるほど。電池あるかな？炭酸電池あるかな？あったらこれちょっと、ね、画像にしましょう。ってことで、もしあったらね、これ最後に画像が映るかどうかだけ動作チェックが入ってると思うので、最後の方をご楽しみください。はい、ってことで今回はね、この 1,2,3 個ですね、ゲームを買わせていただきました。ソフト2つに本体1つですね。はい、で、100円、500円だからね、すごいお安くお買い物ができたかなと思っております。なかなかね、こういう掘り出し物、まあ掘り出し物なのかどうかは知らないけど、私の価値観的に掘り出し物だと思ってるんですけど、なかなかね、出会わなかったりするので、こういうの見つけられたのはラッキーかなと思っております。年末とか年始になってね、家族とかで遊ぶ機会が多くなると思うんでね、こういうので、ちょっとクスクス笑いながら遊ぼうかなと思っております。こちらのね、動画良かったなと思いましたら、ぜひぜひチャンネル登録、並び高評価、よろしくお願いいたします。いつもはね、ゲームの実況や生放送やってることが多いですね。ぜひそちらも見に来ていただければなと思います。ではではまた次回の動画か生放送でお会いいたしましょう。またね。バイバイ。電池入れて、よいしょ、つくかね、つかない。ちなみにテレビもついてません。あー、やっぱつかないのか。つかない、残念だ。あの方に頼もう、いけるかな、直してくれるかな。